関東大震災直後の横須賀海軍交渉、ガントリークレーン付近横須賀海軍交渉、小林清近横須賀造船所横須賀海軍交渉とは、神奈川県横須賀市にあった日本の海軍交渉、幕末に建設された横須賀製鉄所を源流とする、明治初期のことは前身である横須賀造船所の記事も参照。明治初期には唯一の官営造船所として、 軍艦を建造。昭和期では航空母艦建造の責任交渉でもあった。現在は在日米軍の横須賀海軍施設となっている。1865年、江戸幕府が横須賀製鉄所を建設する。明治維新後は明治政府に引き継がれ、1871年に帝国海軍所管横須賀造船所となる。1884年に 横須賀鎮守府が設置されると、その直轄造船所となり、1903年の組織改編で横須賀海軍工廠が誕生。呉海軍工廠と共に多くの艦艇を建造した。終戦後は、米軍が接収し、横須賀海軍施設となる。艦艇建造はなく、艦艇の修理等がなされている。米第七艦隊所属艦の事実上の母校として機能している。 交渉の象徴であったガントリークレーンを含む第二仙台は1959年に日本へ返還、住友機械工業へ払い下げられ、横須賀分工場となった。しかし設備老朽化、オイルショックによる不況などからガントリークレーンは解体され、工場も後に閉鎖された。跡地は現在ショッパーズプラザ横須賀となっている。ありがとうございます。